こんにちは、ヴィランです。今回はガラスドームを使ってミニチュアプレゼントを作ります。ミニチュアとして楽しむのももちろん、ワイヤー帯に引っ掛けてギフトラッピングに添えるのもおすすめ。それでは早速作っていきましょう。スタート。ガラスドームにパールやホログラムを入れます。ホログラムは100円ショップのネイルコーナーにも置いてあるのでチェックしてみてください。シャカシャカ揺らしたいので詰め込みすぎないようにパーツを入れます。メタルパーツの缶を切ります。ガラスドームの口に接着剤をつけて蓋を閉じます。液体接着剤だと中に流れてしまうので、セメダインのような固めの接着剤をおすすめします。リボンでラッピングするように包みます。ここは細めのリボンが可愛いです。ちょっと細かいのでやりにくいのですが、丁寧に作業していきます。崩れないように接着剤で固定します。長さを調節して完成です。リボンラッピングを覚えると様々なお祝いの場面で活躍できるので、ぜひチャレンジしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。またねー。